クリストとジャンヌ・クロードは環境アート作品を作成していた芸術家夫婦である。夫のクリストと妻のジャンヌ・クロードは同じ1935年6月13日生まれである。クリストはブルガリア王国ガブロボ生まれ、ジャンヌ・クロードはフランス領モロッコカサブランカ生まれ。夫婦の初代面はクリストが1958年10月にパリで ジャンヌ・クロードの母親の絵を描いた時である。その後、二人は共同で作品を作るようになった。二十世紀の美術は芸術概念の拡張から様々な流派や傾向を生み、アースワーク、ハプニングのような従来の美術の枠組みから外れたものも多い。ランドアートの作家とされることもあるが、クリスト自身はその作品をランドアートとみなしていない。こうした 活動の美術史的評価はまだ定まっているとは言いがたいが、クリストの活動はそれを肯定的に評価するかどうかは別問題として、芸術とは何かという問いを改めて投げかけた点で、後世に記憶されるであろう。梱包されたポンヌフその作品は一言で言えば、梱包である。彼の梱包は1958年、日用品の梱包から始まったが、もともとその頃から、 巨大な建物や自然や公園の風景全体を梱包するアイデアはあった。1960年代以降、梱包は次第にその規模を巨大化させていく。美術館の建物を丸ごと梱包することに始まり、オーストラリアの高さ約15メートル、長さ2キロメートルに及ぶ海岸を丸ごと梱包した海岸の梱包など途方もない作品もある。 梱包ではない作品には、コロラド州にあるロッキー山脈の幅400メートルもある谷に巨大なカーテンを吊るしたバレーカーテンがある。これらの作品はその性格上永続することは不可能で、元よりクリストには高級展示して永続させる意図は全くなく、今は記録写真によってしか見ることはできない。見たものは、 人工的な色の布で自然の風景が変わることや、見慣れた都会の風景が梱包で一変することに、新鮮なショックを受ける。最も巨大化する一方の梱包や、産業化したクリストフサイの作品制作に対する疑問もある。1973年よりアメリカ国籍を持つ。それぞれのプロジェクトにかかる巨額の費用は、美術館や政府や企業などから、 一切の援助を受けることなく、プロジェクトの完成を予想したドローイングや、コラーチュ作品など、クリストの手によるオリジナルアート作品の販売で、まかなっている。また、プロジェクトは毎回、その梱包や、作品設置の舞台となる場所の住民、政府官僚などとの許可が必要であり、しばしば反対運動や、これは芸術か否かといった論争に巻き込まれており、1960年代の、 構想からそれぞれの実現まで数年から数十年がかかっているアンブレラプロジェクト梱包されたライヒスターク。ありがとうございます。